アンドリュー・デビッド・バーンズは、アメリカ合衆国サウスカロライナ州、グリーンビル軍、グリーンビル出身のプロ野球選手。ウトを右打ち。現在は、フリーエージェント。2008年の MLB ドラフト25巡目で、コロラドロッキーズから指名されたが、契約せずに、ケンタッキー大学へ進学した。2011年の MLB ドラフト11巡目で、トロントブルージェイズから指名され、 プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ブルージェイズで、プロデビュー。A-9 バンクーバー・カナディアンズでもプレーし、2球団合計で28試合に出場して打率。253本類が14打点、2投塁を記録した。2012年は、A 級、ランシング・ラグナッツでプレーし、78試合に出場して打率24。248。 9本類打、37打点、15盗塁を記録した。2013年は、A 級ダニーデンブルージェイズと AA 級ニューハンプシャーフィッシャーキャッツでプレーし、2球団合計で128試合に出場して打率。288、15本類打、85打点、33盗塁を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、ソルトリバーラフターズに所属した。 2014年は A 級ニューハンプシャーでプレーし、133試合に出場して打率。255、15本塁打、63打点、18、盗塁のを記録した。2015年は A 級ニューハンプシャーとトリプル A 級、バッファロー・バイソンズでプレーし、2球団合計で132試合に出場して打率。291、5本塁打、46打点。 6盗塁を記録した。2016年は開幕をトリプル A 級バッファローで迎え、5月6日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。5月9日のサンフランシスコジャイアンツ戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは10試合に出場して6打数無安打だった。オフの12月2日にマイナー契約でトリプル A 級バッファローへ配属された。 2017年1月8日、韓国プロ野球のロッテジャイアンツと契約した。韓国語での表記は、エンディ・ボンジュ。2018年シーズン終了後に自由契約となった。2019年2月28日、フルスのブルージーズとマイナー契約を結んだ。4月1日に、トリプル A 級バッファローへ配属された。2020年オフの11月2日に、FA となった。 2020年12月16日、ロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結び、翌2021年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2021年6月12日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。7月20日にディフェとなり、同日中に自由契約となった。ありがとうございます。